じゃあ花君ちょっと申し訳ないけどあのねあのしょうもないと思うけど、はい、ちょっと見てやって。あれもちろん。うん、でその、はい、あの気づいたことを言ってあげてちょっと、はい。うん。これちゃんとまず普通に。普通に。普通にですよね。普通に。うん、もう本当ボロクソ言ったらいいから。うん。はい、ボロクソ言うことになると思う。わかりました。な、うん、何分ぐらい？まあ三分ぐらいですか。あちょっと2分。2分ぐらいぐらいだと思うんですけど。わかりました。じゃあよろしくお願いします。はい。ディベートってあるじゃないですか。テレビとかでよく見ますよね。今日ちょっとやってみたいんですけど、いいですか。いいですよ。ありがとうございます。じゃあテーマは体罰だ。体罰ね、うん、じゃあ俺体罰反対派やるから、うん、お前体罰賛成派でお願いします、ね、賛成。ディベートスタート。体罰賛成なんだ。お、うん、まあね。なんで体罰なんかするわけ。いやまあほら体で覚えさせないと分かんないやつとかいるじゃん。話せば分かるでしょ。いやガキなんてほら動物と一緒じゃない。最低だなお前。体罰っていうのはな、うん、お前能力がない指導者がこういう。野田頑張れば頑張るほどこの勝負俺が勝つんじゃ。体罰なんてダメに決まってんだろ。次やったら殴るぞ。体罰じゃない。次。ああ、じゃあ次のテーマは、うん、手に入れたい能力はどっちか。うんうんうん、じゃあ俺瞬間移動やるからさ。瞬間移動ね。永遠の命。永遠の命。野田！バイト三つ掛け持ちして年下の店長から見られ売れる兆しもない今のこの状況で永遠の命もらったらただの生き地獄じゃん！瞬間移動できたらもう一個バイトできんだろ。まだ増やす気だよ。他あ、じゃあ、生まれ変わるならどっちか。おーおーおー、うん、じゃあ、俺さ、超金持ちやるから、超イケメンでお願いします。野田俺たち恐ろしいほど金持ちの凄さ見てきただろ。見てきたけどさ。じゃあ、金持ちだろ。お前、でもイケメンに生まれ変わったら、女の子にモテモテだぞ。俺さ、もう女にモテるとかより、うまいもんが食いたい。ありがとうございました。ありがとうございました。終わり。はい。ああ、どうですか花君。いやまあちょっと短いというか、まあ、そういうなんかちょっとね短すぎましたよね。なんかね、こう短い、うん、こういう動画を撮るやつにもう慣れすぎちゃって、体が慣れすぎちゃってあの漫才師としてもう見れないというか、はい、やっぱ僕は基本的に漫才師は15分やれるものが漫才師だと思ってるので、はいはいはい、やっぱり格好だけは漫才師に衣装を買ってやったけども、うん、やってることはやっぱりこの2分のオーディション動画のために日々筋肉をつけている芸人になってしまっているなとは思いますね。わー、はい、だからそれがプラスオーディションが受かりやすいんでしょうけど、うん、我々漫才師からすると、うん、なんていうんですかね、こうガリガリの子が大相撲あの変化でかわしてきた子を、うん、じゃあ相撲部屋取るか、まあ、やっぱり本格的にあの取るのか、うん、っていう意味ではなんか本格派ではないというか、うん、なんでお前こんな短いネタやるの。いやあのこれ、はい、ちょっとまあ長くすればあの4分ぐらい。いやいやそれやれよ。なんでそれやんなんやんまあちょっとやっぱりこうそういうことをか YouTube だからとか、うん、考えてしまったのかなとか、日本放送のあの水曜日にやってる、はい、1分コーナーのオーディションもいっぱいやってるから、ほんまやってるね、あれね。そういうのに対してキャッチーなものをやろうとしてたのかなと思うんですけど、うん、ただキャッチーなものって言っても4分のキャッチーなものでもいいわけなんですよね。だからどうしてもこの短いキャッチーなものをこうやろうとするのは分かるんですけど、うん、意外にもうこの自分もこの年になってきてもうちょっとゆっくり見たいなっていう、なるほど、とこもちょっと正直感じました。面白かったですけどね、全然、はい、あ、面白みはあった、面白かったです、めちゃくちゃ面白かったです、はい、でもなんとなくね、言うたら
さっきもその花君が言った通り、なんかこうなんだろうな、この関係性の笑いとかも、はい、なかなかこうね、そうですね、いるじゃない、はいはい、でこのなんかネタのこうなんかね、もうネタしかないような感じのやつ、はい、分かんないんだよね。うん、なんか普通にこう初見で見る人が多いから、はい、うん、でいきなりこうネタにねガーンって入るとちょっとね、そうなんです、だからそれがやっぱり今の短いネタのオーディションの、まあ、弊害というか、うん、まあ、面白そうとか、ね、ああいったものの弊害で、みんな世の中の人が集中力がないと思い込んじゃってるんですね。なるほどなるほど。だからとにかく TikTok は短いやつ、うん、ああいうのばっかりでしかもう見なくなっちゃってるんですね。演芸場にまず足を運ばないんで、はいはいはい、そうするとこういうビデオで審査してふるいに落とされた時に何やってるのかしか見ないんですよね、うん、だからどういう漫才師になりたいのかっていうとこは本人たちがあるんですけど、まあなんかちょっとやっぱ面白そうとか出てちやほやされたいのであれば、うん、今のままでもいいと思うんですけど、うん、やっぱり60、70になってもやっぱ僕らはねやっぱり一緒にやってきた仲間なんで、はいはいはい、30年一緒にやってきた仲間なんで、うんうん、それはやっぱりなんかもうちょっとこう長いサイズでやる方がまあいいんじゃないかなと思うんですけどね。そうですよね、だから、はい、例えば本当、テレビ意識してるか、それか本当にこう演芸を意識してるかっていうね、はい、うん、演技意識してねえじゃないかお前これ。確かにそうですね、はい、本当にイメージとしてなんかこの衣装も、はい、いややっぱ安清師匠みたいなイメージだったから、はい、もうなんかこう今日はちょっと長尺の、はい、なんかこうあれだったのかなと思ったらもうすごいショックですね、まあ、はい、ショック受けるんじゃないかお前、はい、ちょっとこの僕ら5年前に解散しまして、はいはい、その時に M1 が一番調子よくなって準々決勝まで行ったんですよ、はい、今の、はい、たきつけやつだよね、はい、で、また再形成して、はい、それをちょっとブラッシュアップしながら、はい、内容変えてやってたんですけど、はい、で、師匠が、まあ、師匠がちょっと遅めのスーツも着ても買ってもらったんで、はい、こういうのもまたいいのかなと思ってたんですけど、やっぱちょっとやってて違うなみたいな、師匠だからディベートの入りで、はい、なんとなくまあ予想はつくじゃないですか、はい、だけど、ディベートでなんかやること自体は、はい、悪くないから、はい、もうちょっとなんかこう見たかったんですよ。あ、はい、なあそうだな、はい、うん、でも、はい、これ一回ね、はい、名崎さんいるじゃん、はい、名崎さんにも見たこと、はい、見てもらったことあるんだけど、まだよくやった方が今日ネタ飛んでたからな名崎さんの時は、うん、いやだから今日ちょっとふわふわしてたな、まあ、2分の、うん、こういうオーディションだからだったらもうめちゃくちゃ多分グッドなんだと思うんですけど、僕がやっぱり常に東洋館の15分を見ちゃって、うん、だから M1 の時も正直こう一生漫才 やって NGK で看板とか撮ってる人のを入れたいっていうのがどうしてもあるので、はいはい、に人間性が見たいですよね、人間性はちょっとこう見たいというか、うん、そうですね、はい、じゃあちょっとあれなんですけど、あれってなんだよ、なんだあれってもう一本それなちょっとあるの、いいですか、ちょっとすみません、なんか試作品で、試作品まだ人前ではやったことないんですけど、うん、それでなんかあ、いいじゃん、いいじゃん、見てもらえる、その M1 の審査の方が、うん、その方がいいです、逆に見てもらうのも、はい、いいです、すみません、舞台でもやったことないようなのが、はい、あ、いやいやいや、見てもらえよ、はい、もしごめんね、花君ちょっと、いや、全然全然、ね、はい、ほんとレベルの低いやつ、ほんと、申し訳ない、さあ、よろしくお願いします、どうもー、よろしくお願いします、こうやっぱり給仕工事師匠とか、はい、あやっぱり例えばじゃあゲロゲロの歌もちゃんとこの意味が運動登録してね、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 正面登録やめて、正面登録やめて、正面登録はやめて。